源氏物語、源氏物語の登場人物、のきわおぎのきわおぎとは、源氏物語に登場する架空の人物。光源氏と関係を持った女性の一人であり、うつせみの義理の娘である。年齢は、うつせみと同じくらいである。逃げ回るうつせみとなんとか関係を持とうと光源氏が、忍び込んだ明かりの落ちた部屋でうつせみと間違われ、そのまま、光源氏と関係を持つ。この人物を、 のきわおぎと呼ぶのは光源氏が送った和歌、ほのかにものきばのおぎを結ばずは、どのか、ことを何にかけましに由来する故障である。のきわおぎは直接には、以下の巻で登場し、本文中ではそれぞれ以下のように表記されている。うつせみとこううつところを光源氏にかいまみられる。光源氏は、うつせみのところへ忍び込もうと明かりの落ちた部屋へ入って、 言ったが、うつせみはいち早く逃げてしまっており、間違って、のきばおぎのところへ入ってしまう。ひかるは、人違いと気づいたがそのまま関係を持ってしまう。その後は、のきばおぎの側から求愛するようになるがひかるは、うつせみのことを思って受けない。く人と少々と結婚するが、その一方で、ひかると和歌のやりとりをする。その後も、ひかると和歌のやりとりをしている。 ありがとうございます。